両立グラフとは面積グラフの一種で統計対象の量的な大きさと全体に対する割合の両方を同時に見ることができるグラフである。両立グラフのサンプル2017年の統計による縦軸が地域ごとの出荷額合計横軸はその地域の品目の割合となり面積がその品目の出荷額となる両立グラフに相当するグラフを誰が最初に 発明したかはわからない。1980年頃に松崎茂弘がある研究会で板倉清信の各グラフを見てその有効性を高く評価して小学校の社会科や算数の授業でこのグラフを子どもたちに書かせる授業を行うようになった。両立グラフという名称は塩の広継の命名である。出版物としては1984年の松崎の 論文が書質である。両立グラフでは縦軸に量、横軸に割合をとり、面積によって量と割合の表現が両立できる。冒頭のサンプルは日本の工業地域の様子を表したものだが、縦軸に量として各地域の出荷額合計をとり、横軸に率として各地域の品目別の割合をとっている。面積が各品目の出荷額の大きさを表している。 これによって割合だけでは見えにくい。中京工業地帯の機械出荷額が目立って大きいこと。化学工業は割合だけ見れば京葉工業地帯が盛んなように見えるが、実際の出荷額は阪神、瀬戸内工業地帯と同等なことが直感的にわかる。このように量と割合を同時に見ることで、 深い理解を得ることができるため、主に小学校の社会科の授業で使われるようになった。松崎は小学校5年生の社会科の授業で、教科書に載っていた工業地帯の生産量のグラフが、生産総額と生産品目の割合の2つが別の図で書かれていたことを見て、この2つのグラフを頭の中で結びつけて、日本の工業の仕組みとのうの工業地帯の様子を、 読んでくだださいとと要求するのは無理だと考えたそこで、その生産額と生産品目の割合の二つのデータを一つの両立グラフに書き直す授業を行った。両立グラフを作った子供たちは、なるほど景品は大きい、中京は三番目で、機械工業が盛んだということを容易に読み取れたという子供たちの評価を得ることができた。松崎は、 両立グラフの方が回りくどい説明なしに、子どもたちがグラフの内容に興味を持ち、一目で正しく中身がわかると述べている。松崎はさらに、県別の生産額と品目割合の両立グラフや、1935年と1980年の工業種類別の生産額の両立グラフを書くことで、日本の工業の現状や歴史的変化がよくわかることも示した。 また、年代を縦軸に取った両立グラフでは、各年を等間隔に書くことと、データのない年は詰めないで空白にすることで、歴史的変化がよくイメージできることも示した。松崎は、教科書のデータの多くを両立グラフに書き直すことで、社会の様子を見るのに、量と率を使えば正しい判断をするのにとても役立つ、としている。村田文江は、松崎の著書を読み、 北海道の小学校5年生と自ら担当する北海道教育大学の学生で追試を試みた。両立グラフを書くこと自体については難しさを訴えた小学生もいたものの円グラフ、棒グラフからの読み取りよりもわかりやすい一目見てよくわかるとこのグラフの良さを感じたものが多かったと報告している。以下に松崎がまとめた両立グラフの書き方を挙げる。後に データを入力するだけでグラフを作成してくれるツールも作られた。A4 サイズの 1mm 方眼グラフ用紙と定規を用意する。横軸を上部に作る。10cm の横線を書き、パーセントの刻みを 1mm が1%になるように入れる。書きたいものの量に応じて書きやすいように縦軸の長さを決める。例えば工業総生産215兆円なら、 1トル、mm、を1兆円として2 1 5トルにすれば計算しやすい。横軸とつないで長方形の枠を書く。この枠全体の面積が総生産額を表すことになる。書きたい項目の量に合わせて縦軸の位置を決めて横線を引いて四角に区切っていく。例えばその地域が30兆円なら3トルで区切る。区切った四角の中に 品目のパーセントに応じて縦線を引き四角の中を区切っていく。そのグラフの単位の基準となる量の大きさを正方形で図の片隅に書いておく。イコール1 0ト、mm、ルの正方形となる区切った四角を品目別に色塗りする。グラフを作った日付と作者のサインを入れる。二宮孫徳が百二十三年に作成した両立グラフ二宮孫徳が書いた両立グラフを 板倉の解説通りに図示したもの。両立グラフに相当する方法で統計データを図に表した最も古い例は、江戸時代の文政6年に二宮孫徳の書いたものだとされている。孫徳は文政4年に、小田原藩大久保家の文家の旗本うつ家の財政と、領地である下津桜町領、約4000国の建て直しを依頼された。 彼は文政4年8月から文政6年までへの間に小田原、江戸、桜町の間を7回往復して現地を調査し立て直しのための詳細な調査書を作り上げ、それに基づいて今後10年の見通しを立てて桜町領立て直し計画を提出している。孫徳はこの時の調査結果を 右の図のような両立グラフに表して、桜町漁の現状が一目でわかるようにした。孫徳は、十王十マスずつの百マスの正方形に、他と畑の割合とそれぞれの交配率を示した。そして、全体の4割が年貢であることも示した。渦の中段と下段の図は、孫徳の作ったグラフを見やすいように書き直したもので、ある。孫徳の書いたグラフからは、 桜町領の畑や他の半分以上が荒廃している。二宮孫徳はこの図を領主に見せて、桜町領の状況を説明した。そして復興案として、荒れ地が全部復旧しても国高4000国の4割の年貢を取ってはいけない。そんなことをしたら、また村は荒廃する。全農地が復旧しても年貢は3割に抑えなさい。それでも、 年貢の終了は今の2倍以上に増えることになると漁師を説得した。これらのグラフに目を通した小田原藩主、大久保忠実は孫徳の主張を全面的に認めた。孫徳はこれ以外にも全部で16枚の両立グラフを書いたことが確かめられている。科学史研究者の板倉清信は、江戸時代にこのようなグラフが書かれたことは全くないと言っていいとして、 孫徳はこれ以外にもグラフをたくさん書いていて、孫徳は膨大な数量データを集めて、それを元にして着実な計画を立てたと言って間違いないとしている。これらの本には松崎が書いた両立グラフがふんだんに使われている。ありがとうございます。